はい、山なんです。一応、プロトセイバー戦まで、終わったんですけども、ここからちょっと消化試合ですね。やってない対戦、飛ばしてる対戦ですね。このまま V ソニック、V マグナム、にはいかないで、ちょっと先にその消化試合の方ですね、やっていこうと思います。ちょっとブラックセイバーと、トライダーがですね、AX 今回、走るんですけども、まあ、多分やる前からちょっと分かっちゃってると思うんですけど、まあ、リアステない方が有利っていう法則が 私のチャンネルでは出ちゃってるので、まあ、消化試合だと思って見ていただければと思います。トライダーが頑張れ。じゃあ、いつも通りですね、3本選手。周回遅れ負け、コースアウト負け、まあ、ワンチャンブラックセイバーコースアウトするかもしれないんで、いきましょブラックセイバー早いですね。第1セットはブラックセイバーの勝ちですね。やっぱ圧倒的に速いですね。ちなみにセッティングは以前登場した時と、全く一緒ですね。モーターは両方ともレブチューンを積んでますので、レブチューン2ですね。はい、じゃあ次第2セットいきます。やってはない。圧倒的な速さ。トライヤーが頑張る。第2セットもブラックセイバーの勝ちですね。いや、早いな、ほんと。じゃあ、特にコメントはないんで、第3セットいきましょうか、そのまま。トライダーが、頑張れ。レディーゴー。早い。はい、第3セットも、ブラックセイバーの勝ちということで、黒沢君の勝ちですね。トライダーがもうちょっと頑張ってほしい。じゃあ、こんな感じでちょっと消化試合どんどん上げてきますので、よかったらご視聴ください。ありがとうございました。